はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、4月の収支報告の動画にしたいと思います。1月が結構調子よくて2月3月とちょっとへこんだんですけれども、4月の収支はどうなったでしょうか。プラスになったのかマイナスになったのか、もう早速ね、もう出しちゃいたいと思います。今月はダーンこんな感じでした。大幅なプラスでございます。いやー、ちょっとね、回収率やばくないか、 211% です。まあ、あくまで動画内だけなんですけども、まあね、本当動画内だけはね、もうね、こうね、気持ちよくさせてくださいよ、本当に。もうね、多分ね、もうここだけです、本当に。それ以外はね、もう本当にね、もうマイナス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 だと思うので。あ、でもね、中央競馬だけだと多分回収率 60% ぐらいだとは思うので、まあまあこれ入れればね、もしかしたら今のところ回収率 100% 超えてんじゃないかな、ちょっと思っちゃったりもするんですけれども、まあまあそれはいいとしてね。4月、まあ、前半大阪杯と桜花賞がね、ちょっと的中できなかったっていうのがあったので、ちょっと4月やべえのかなと思ったんですけれども、皐月賞でね、大幅なプラスを叩き出しましてね、もうあれは本当、自分で言うのもなんだけども、本当会心の馬券かなと思いましたね、ジオグリフ本命で。で、翌週、まあ、昨日というか、まあ 今週日曜日、ね、フローラステークス、これもね、パーソナルハイ本命にしてね、見事2着に来たことによってね、こう生まれんとワイドはダブル的中をさせていただいたことによってね、まあ、プラスの4万弱になったのかな。まあそのね、2つだけでね、もう結構いい感じになったので、まあそうですね、最終的にはまあこうプラスの8万超えということになりまして、ありがとうございますって感じなんですよね。まあこのね、まあたまたまっていうことにしておきたいと思います。本当に本当たまたま、まあね、うまくはまったことによって、まあプラスになったっていうのはあると思うので、まあね、だからといってね、こうね、こうですよ、天狗にならずにね、またさらに5月も気を引き締めて、ね、G1、 もう5月は全部 G1 ですので、もう本当に気を引き締めて的中させていけたらいいなとは思っております。ただね、本当鬼門なんですよね、僕ね、多分ね、5月の G1 ってね、当てた印象イメージがないんですよね。まあ、天皇賞がもうだいぶ昔とかですよね、本当にもう多分ね、これね、競馬始めた方だとね、多分、まあ、知らない馬とかかもしれないですよね。多分ね、思い出すのは、本当に天皇賞を思い出すのは、多分ね、ライスシャワーステージチャンプぐらいの、その、もう本当に平成初期とかね、そういう時代の競馬とか馬券とかはね、天皇賞は当ててるんですよね。まあ、多分琵琶早日で成田大臣とかの天皇賞も当ててるとは思うんですけども、最初の頃ってわけでもないですけど、まあその時代はね、当てさせていただいてるんですよね。まあ意外と多分、ね、もうさらに昔で言うとベジロマックイーン神のクレッセとかね、そういう時代の、まあ、何年前の話だって話なんですけど、本当にそういう時代は当ててるんですよ。最近は多分当ててないかもしれないですね。フェイムゲームが2着にした時とかどうだったかな。まあまあまあ、そんな感じで、NHK マイルカップも多分ね、当ててるな、テレグノシスの時に当ててるな、だもう本当昔なんですよね。うん。で、まあ、ビクトリアマイルは多分ね、当てた記憶ないですし、オークスもないじゃないですし、ダービー去年当てたんですけど、大取り紙だったんですよね、確か。なんかね、シャフリヤールとエフォーリアの生まれんかなんかを当てたのかな。でマイナス4万とか、なんかよくわかんないマイナスがこう叩き出してるんで、ちょっとね、今年はね、5月はリベンジの月って感じにしたいと思います。まあそんな感じでやっていければいいなとは思っております。でね、
まあ、こんだけの、回収とか、まあ、収支が8万3250円の回収率 211% なんですけど、まあ、的中率がね 33%、この動画内で出したのが6レースだったんですけど、そのうちの2つレース、まあ、サツキショーとフローラスエクスのみの的中だったので、この的中率もうちょっと上げれたらいいなと思ってますね。あと1つ2つぐらい、まあ、的中率ね5割いったらすげえなと思うんで、ちょっとそのぐらいの的中率を目指せればいいなとは思っております。で、まあ結構最近、ね、カフェ&キチ迎えましたね、やりたいことをやっていこう動画を、ご覧になられてる方がね増えてきてね、本当ありがたい話なんですけどもね、やっぱその競馬 YouTuber さんって結構でかい金額かけて、でなんかでかい配当をいただくって方が多いイメージなんですね、僕の中では。そのやっぱ帯とかをねこう払い戻しとかしてる方が結構いらっしゃると思うんですけれども、僕はねやっぱそういうまあ、非日常じゃないですけども、そういうのよりももっとこう庶民寄りの馬券、やっぱ皆さんが手を出しやすいぐらいの金額で買って、このぐらいの収支になるぞっていうのをやっぱ出して、やっぱねこう皆さんもね、競馬、まあ、頑張るってわけでもないですけど、もうなんか頑張ればこんぐらいの収支っていうか配当がゲットできるぞっていうのがね、あくまで、まあ、僕の、まあ、これのなってるかもしれないけども、あくまで指標に なれればいいなとは思っております。うん、ですね。まあ、僕もね基本的にはそんな、ね、何万とか5万とか使うわけではないので、まあ大体1レース、まあ、この動画内であれば1レース本当に1万弱、まあ、2万いかない、1レース1万2万使ってないですから、2レースで2万、ね、この、フローラスエクスとあるマイラーズカップでも2レースで2万5000とかだったので、そんなに使ってないんですよね。なのでだってこの動画以外だったら僕1レース900円とかしか使ってないですもん、本当に。なので本当にもう、ね、皆さんと同じような目線で馬券を買ってると思うので、ぜひぜひね、皆さんも、まあね、少額でねいい配当を取ってね、美味しいものを食べに行く、もうそれでいいじゃないですか、本当に。もうそういうね、ちょっとした娯楽としてね、本当競馬を広められればいいなとは思っております。まあこんな動画ですけども、ね、少しでも興味を持っていただいた方、まあね、ちょっとね、共感をもし得られた方がいらっしゃったら、チャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。でも多分僕もね、年にね、多分何回かは、でかい金額で勝負しようかなと思っております。多分、ダービー、ちょっとね、また、額を張ろうかなとは思っております。まあね、これね、本当チャンネル登録者数1000人いったらやりますとか、そういうこと言っても多分ならないと思うので、本当に、もうこれはもう自分の、もう、張れる額、マックスで、ダービーやってみたいと思いますので、ぜひ、ね、楽しみにしていただければいいなと思っております。ってことで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴の方、ありがとうございました。次の動画はですね、土曜日、また7時、19時半ぐらいに、天皇賞春のマスターのおすすめ馬、スートをピックアップした動画を上げると思いますので、そちらの方、ぜひぜひご視聴の方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。